中山秀樹の有楽町で会いましょう。それでは新曲でございますね、恋未練でございますけれども、はい、まあこれはあれなんですね、1988年に、はい、双子のお姉妹の演歌デュオ優子と弥生の曲をカバー。はい、まあ、いろいろといい曲ないかなって聞いているんですけれども、うん、この曲を初めて聞いた時に、うん、これ歌いたいって直感で思ってたんですよ。優子と弥生さんが歌ってる姿っていうか、そのこの当時は知らないですよね。は存じ上げないんですけれども、この今回の恋未練は私がこれ歌いたいですって社長に言って、うん、で録音、カラオケで録音したのを聞いていただいて、うん、あ、これで新曲行こうってなった、ね、ちょっと経緯が珍しい曲です。懐かしいですよね、優子と弥生、ねね、兄弟姉妹ね、演歌界のレディーズ、うん、そう双子の姉妹だ。あ、ね、そうらしいでしたね。1988年、懐かしいですよね。話題でしたよね、大変なね、当時。そして、まあまあ、ゴンドラ、愛花も、はい、まあ、一緒に収められてるということですよね。はい、ね、先週歌っていただきましたけどもね。はいはい、さあ、ということで、今日はじゃあこの曲を、はいはい、歌っていただきます。それでは、ご準備お願いします。はい、あなたがつけた恋の火が今もちらちら燃えている。すでに終わった恋ですか、いつまで待ってもダメですか。三田京雅さんが切ない女心を歌います。恋未練、どうぞ。三田京雅さん、恋未練でした。